他社のようで、同じ業界にいらっしゃるような大変な個人ですね。AEO という言葉をご存知でしょうか。オーソライズドエコノミックオペレーターって言うんですけど、 AEO、 井原さん説明してください。AEO とは何でしょうか。世界標準ですね。以前 ISO というのが流行りましたけれども、 ISO はご存知ですね皆さん。今私も AEO でございます。グラサンかけてるのに何も見えません。なんでかけてるんだって話ですけどね。いやその気持ち分かる。その気持ちなんで、サックス吹いてる時に目をつぶって吹いてしまうんですからね。その顔が情けないもんですから、自分で動画見ててやべえこれグラサンかけなきゃまずいなと思ったんですけど、じゃあグラサン外したから見えるかって言ったらよく見えないですね。しょうがないよ。しょうがないですか。もう今年も召されてくるとね、だん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 いろんなことの都合もあるんですがさ、営業の話はどこ行っちゃったんでしょうか。AEO っていうのは私ども倉庫業を営んでおりまして、倉庫業ですね、倉庫を営む時はですね、同業の方がまたいっぱい見えられましたかね。同業たちの方いられます。いやすごい、ちょっと見えないんですけど。人気あるな。池谷君 AEO を説明してください。池谷君 AEO を説明してください。いいやですか。あ、いいやがいいですね。知りたい知りたい。あ、いいですね。税関ってご存知ですか皆さん。税関、税関わかりますね。海外行った時にね、輸入品に関税かけたりやばいもの入れないようにしたりするっていう、はい、税関ですけども、通関する時にですね、いろんな手続きが必要だと思うんですけども、いろんな手続きをする時にすごく煩雑な税関って通関手続きというものがあるんですが、わかりますね。通関通関手続きをする時にですね、煩雑な手続きを簡素化してくれる、そういう業者が営業業者になりました、ね。そんなに面倒くさいことやらなくても通関切ってくれる、税関が信用している会社のことを営業って言うんですね。ですので監査がございました。監査がございまして倉庫を全部チェックされるんですね。セキュリティとか、セキュリティとか、セキュリティとかセキュリティをとにかくチェックするんですね。でこの間私その監査を受けましてですね、南京錠ってことなんですか。はい、こう鍵やで、この鍵どうします。今度この鍵閉めた、倉庫を閉めた鍵、この鍵、この鍵をまた鍵のかかる鍵に、鍵箱にいないやね。でその鍵のかかる鍵、この鍵どうします。でこのまた鍵のかかる鍵に、ね、ずっと永久続いていくもんで、もうダイヤル式の3桁のこうスライドしてダイヤル式、それで鍵かければ鍵いらないじゃない、だからこれで解決と思ったんですね。したら税関なんて言ったと思います。000から999までずっと回してきゃいずれ当たるでしょ。だからセキュリティレベルが低いっていうんですよ。この中で全般関係者いないんですよ。そんな厳しいんだ。悪いけどそんな0から999までやってるバカいねえって、現実的にって思ったんだよね。でその時ちょっと心の中で思ったのが、この人にルパン三世は来ないんだって私ちっちゃい声でちょっと言っちゃったんですよ。そしたらそこにいたその総括管理部門のね、部門長っていうのがいるんですけど、後から俺呼び出されまして、お前税関の前でふざけんなよと、ルパン三世来ねえよって聞こえたぞって言われた。でも陣営が来るかも。なんですって。陣営が来るかも。もっと来ないと思う。五右衛門来るかも。もっと来ないと思ったら銃刀法やりに来たら見たんですよ。ということで、次も今やった曲もルパン三世の曲なんですよ。炎の宝物ご存知ですか。それで